あなた、エレンを説得して。カルラ、人間の探求心とは誰かに言われて抑えられるものではないよ。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。本当に？いってらっしゃい。何をしてる？立てよ、父さん。忘れたのか、何をしにここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだろう。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに報いるために。進み続けるんだ、死んでも死んだ後も。これは父さんが始めた物語だろう。殺しろ！小さな子も潰した！カマキリ！エレン！レイスケを殺したぞ！父親以外はこれでいいのか？これでよかったのか？エルディアはこれで本当に救われるのか？お前を愛してる。もっと一緒に遊んでやればよかった。どうぞジーグ、エレンを止めてくれ。